皆さんはじめまして、株式会社エイムの浜崎と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日は弊社のリンクトリートメントの紹介をさせていただきます。で、皆様お手元にこのパンフレットがあると思いますので、こちらを見ながら一緒に進めさせていただきたいと思います。なのでまず1枚めくっていただくと、私たちの使命、私たちのはサロンの生産性を上げるために製品、教育、仕組み、ツールを開発し業界の発展を目指します。お客様満足度の最大化を使命とし、価格に頼らない本質的な価値を提供します。つまりリンクではサロン様の売上のお手伝いをトリートメントでさせていただきたいというふうに考えております。なので私たちはカット料金以上のメニューとカット料金以下のメニューで定義を作りました。皆さん、カット料金以上のトリートメントってされたことありますか？この質問を普段講習でさせていただくと、なかなかしたことがあるっていう方が少ない感じます。なのでカット料金以上のメニューの定義としては、お客様の悩みをトリートメントで解消することができる、またお客様一人一人に合わせたオーダーメイド製のトリートメントである、また技術メニューであること、ここの3つを大切にしています。で、カット料金以下のメニューに関しては紙質を良くする、そういった中で高単価メニューを回すためには技術メニューであるということが大切だと考えております。そのために私たちは毛髪のプロを育てます。この材を使いこなしていただくことで、お客様一人一人に合わせた毛髪診断をし薬剤選定ができるようになっていただくこと、それがこちらのメニューの考え方、本当の意味でのメニュー、製品としてはお客様の悩みを解消していくことができます。で、美容師様の知識、また薬剤選定、またリンクの方ではこのカウンセリングというところも大切にしています。これがツールとして、このカウンセリングを使うことでお客様一人一人に合わせたオーダーメイドのトリートメントをしていくことで、リピートにつながり、トリートメントの単価アップにつながる、それが本当の意味でのメニューだと考えております。ではここから次のページに移りまして、リンクの特徴のお話をしていきます。リンクは最新のテクノロジーから生まれた反応型のトリートメントになっています。で、特徴は大きく分けて3つあります。まず1つ目は材の能力で、ぶっちぎりの修復力と持続力、この理由が2つあります。1つ目、リンクリアクションテクノロジー、リンクは反応型のトリートメントです。毛髪内部で栄養分が反応して大きくなることで抜けづらくなります。なので持続力がとても強いです。で、2つ目、リンク PPT ナノテクノロジー、栄養分をナノコロイド化することにより毛髪の今まで修復できなかったところまで修復できるようになりました。なので修復力がとても強いです。その理由としては、プラチナ PPT というものを配合させていただいてます。これが栄養分を毛髪内部まで押し込んでいく力がとても強いものになっています。では、2つ目の特徴です。難毛項毛防げ、エイジング毛の悩み解消力。リンクではトリートメントでお客様の悩みを解消していくことができます。そのためにテクニックを2つ使います。イオンコンプレックステクノロジー、塗る順番を変えることで重さ軽さの調節をすることができます。2つ目のテクニック、濃密 CMC 超濃密リペアオイルケラチンと横のグリオキシル酸、この4つを使いお客様の悩み解消のテーマを変えていくことができます。なので肛毛の方でしたら硬いのが悩みだと思います。それを柔らかくしていくことができます。で、逆に軟毛の方、これは張り腰を出していくことができます。またうねりを気にされている方に関してはうねりを取っていくこと、これを4つのものをどれを混ぜるかで悩み解消のテーマを変えていきます。続いて特徴の3つ目、多様なメニュー展開力。先ほどのテクニック2つを使うことで3つ展開していくことができます。まず1つ目、毛髪改善トリートメントメニュー、2つ目、処理剤メニュー、3つ目、
毛髪質改善応用トリートメントメニュー、これを次のページで細かく説明をしていきます。では髪質改善トリートメントメニュー、ここは大きく分けて2つあります。まずまっすぐトリートメントメニュー、ここはいわゆる散熱トリートメントと言われるトリートメントです。なのでグリオキシル酸という主成分を混ぜることで、こちら写真で見ていただく通り、うねりを解消していくことができます。次に基本メニュー、ここは先ほど混ぜたグリオキシル酸以外の3つを混ぜることでお客様の悩みを解消していきます。お客様の、肛門の方に対しては髪の毛を柔らかくしていくことができます。また軟毛の方に対してはボリュームを出していくことができます。またパサついてしまっている髪に対してはもちもち感を出していくことができます。基本的にはリンクは5ステップですが、またそれ材の数を減らすことによって5ステップ4ステップ3ステップ2ステップ1ステップと全てのメニューを展開していくことができます。パンフレット上では抜粋して5ステップ3ステップ2ステップそれを松竹梅というふうにさせていただいてます。でここのスペシャルメニューと上のまっすぐトリートメントメニュー、この2つをリンクでは髪質改善トリートメントと言わせていただいてます。次に処理剤メニュー、カラーパーマ縮毛矯正などの際の処理剤としても使用していただくことができます。次に髪質改善応用トリートメントメニュー、ここでは材を使いこなしていただくことでお客様一人一人に合わせた完全オーダーメイド製のトリートメントにしていくことができます。では次に材の説明をしていきますので、次のページをご覧ください。それではここから製品の説明をさせていただきます。株式会社エイムの山口と申します。よろしくお願いいたします。まずはこちらですね、この2ページをご覧ください。こちらが業務で使っていただく、メニュー用の製品のラインナップになっております。そしてもう1枚めくっていただきますと、左側のページ、こちらがお持ち帰り用の製品になっております。そして右側のページがホームケアの製品になっております。では1枚戻っていただきまして、まずはメニューでお使いいただきます製品の説明をさせていただきたいと思います。リンクのトリートメントに関してはですね、ここに書かれています8つのアイテムを使ってお客様を施術させていただきます。そして製品のものとしてはですね、ベースとなるクリーム状のもの、そして混ぜて使っていただくリキッド状のものがございます。では何を補修するのか、そしてどこを補修するのかというのを知っていただく必要がございます。まず何を補修するのかというところでは、左側のページを見ていただきますと、商品名にすべて CMC と書かれております。こちらはいわゆる水分脂質を補うことで、硬くなってしまった髪をとにかく柔らかくすることが得意な製品になっております。そして右側のページ3、3+4、この3品に関しては商品名に PPT と書かれています。こちらはいわゆるケラチンを入れることで、髪質改善においては柔らかい髪を張り腰を与えてとにかくふわっとボリュームを出すのが得意な商品になっております。そして1番2番3番4番と全ての商材を使った場合は CMC も PPT も全て補修することができます。ただお客様のなりたい希望に叶えるためには、それのどこかを特化させてお客様の髪質に合わせて施術をしていく必要があります。その混ぜ合わせるものとして1+2+3+4+というのがありました。この一つ一つを説明させていただきますと、まず1プラスに関しては水分脂質でいうところの水分ベースになっております。なので髪質改善においては硬い髪を柔らかくすることが得意なんですけれども、
仕上がりとしては軽くてさらっとした仕上がりになります。そして2プラスに関しては水分脂質でいうところの脂質になります。なので高濃度の油を補うことで髪質改善においては髪を柔らかくすること、さらには重さを出すことができます。そして3プラス、こちらはケラチンを与えることでお客様の髪質をとにかく弾力、張り越しを与えることができます。そして4プラス、こちらはグリオキシル酸というものを入れることでうねり、広がりを抑えることができるものになっております。そしてリンクのトリートメントではこの4プラス、グリオキシル酸というものの濃度を自由に変えることができます。なので酸熱トリートメントで言われるデメリットとしては匂い、そして硬さ、そしてカラーの耐色というものが言われるんですけれども、リンクでは濃度を自由に調整することでそれらのデメリットを解消することができます。そしてもう一つのテクニックとして塗る順番を変えるというのがありました。こちらに関してはどこを補修するかで塗る順番を変える意味を知っていただきます。まず番号を振ってあるんですけれども、その上を見ていただきますと中を補修する、外を補修するっていうふうに書かれているんですが、リンクでは奇数1番1プラス、3番3プラスは中を補修するものになります。そして偶数2番2プラス、4番4プラスに関しては外側を補修するものになります。なので全てクリームを使った場合、例えば1番2番3番4番と塗る順番を番号順に塗った場合は、まず奇数の1番が中を補修します。そして2番が外側を補修します。ただ3番次中を補修するんですけれども、3番に関してはとにかく高浸透のクリームを使っておりますので2番の外側のクリームも一緒に中に押し込んでくれます。そして最後に4番が外側を補修してくれるものになります。そしてもう一つの塗り方があるんですけれども、こちらは2番と3番を入れ替えるという塗り方になります。そうしますと1番奇数は中を補修するものになります。そして3番も中を補修します。そして2番偶数が外側を補修します。そして4番が外側を補修します。そうするとどういうことかと言いますと、先ほどよりもですね、中を先に補修して外側を補修するものが後に2つ来るので、外側が1つ多く残ります。なので髪質においてはですね、質感っていうものが重さを出すことができて、お客様のとっても分かりやすい質感になりますので、塗る順番の2種類っていうのを覚えてください。なので1234という番号順に塗った場合は外が1枚なので軽い仕上がりになります。そして2と3を入れ替えた1324と塗った場合は外側が2枚補修してくれますので重い仕上がりになります。それではまとめさせていただきまして、メニューのお話をさせていただきます。ページを2枚めくっていただきますとメニューのラインナップがございます。一番上は酸熱ケアというところでまっすぐトリートメントメニュー、こちらはトリートメントに放置時間とアイロンの作業を入れることでうねりを解消するというコースになっております。そしてその次5ステップ、こちらに関しては先ほどお話しした塗る順番、そして混ぜるものを変えることで6つのコースを作ることができます。そして3ステップ、こちらはその中でも5ステップから中に入れるもののアイテムを減らすことで3ステップを作ることができます。そして1ステップ、こちらに関しては1つの商品を使って柔らかさなのか張り越しなのかっていうのを選んでいただくことができます。そして右側のページに関しては処理剤のメニューになります。こちらはカラー、パーマ、縮毛矯正の中で前処理剤、中間処理剤として使用していただく工程を書かせていただいております。そしてその下、髪質改善応用トリートメントメニュー、
こちらではよりお客様一人一人の髪質に合わせる完全オーダーメイドの一例を書かせていただいております。そしてこのメニューの仕上がりをさらによく持続させるためにご自宅で使用していただく商品の説明をさせていただきたいと思います。では1枚戻っていただきまして、こちらのページをご覧ください。で左側のページにお持ち帰りの商品が載っております。その中で3つあるんですけれども、まずは左側の2つの商品、緑色のものと白いものがございます。まず緑色のものはリンクリモートケアというものになっております。そして白い方に関してはリンクアシッド PPT リモートケアという商品でございます。こちらの商品はですね、週に1回使っていただく集中トリートメントでございます。そして中身がこういった小袋が4枚入っておりまして、1週間に1度使いながら1ヶ月分メニューの仕上がりを持続できるというものになっております。そして緑と白の違いなんですけれども、リモートケア緑色の方は CMC なので髪質改善では髪を柔らかくするというのが得意なものに入っておりますので、1プラスや2プラスというメニューをされた方にお持ち帰りいただく商品になっております。そして白色の PPT リモートケアの方に関しましては、まあ、その名の通り PPT、まあ、ケラチンを多く入れております。なので張り腰を出すのが非常に得意な成分を入れておりますので、3プラスもしくは4プラスというものを入れたメニューをされたお客様にお持ち帰りいただくものになっております。そして3つ目が 4days 集中ケアというものがございます。こちらに関しては右側のページのホームケアのシャンプートリートメントが4つ入っております。中身に関しましてはこういったシャンプーとトリートメントがくっついた小袋が4枚入っております。まず3熱トリートメントもしくはカラー、パーマ、縮毛矯正、まあ、そういった技術メニューをされたお客様に関しましては薬剤が髪の中で定着するまでは数日かかると言われております。なのでその数日の不安定な時期をしっかりしたシャンプー、こちらのシャンプーは弱酸性になっているんですけれども、そのシャンプーで使っていただくことで不安定な時期を乗り越えていただきたいと思って、このシャンプーを4日分ということで作らせていただいております。そして右側のホームケア見ていただきますと、シャンプー、トリートメント、そして洗い流さないトリートメントの3品がございます。こちらの商品どれも業務用のものと同じで反応型の商品になっております。シャンプー、トリートメントに関しましても髪の内部でしっかりと反応して補修をしてくれるので、通常のシャンプー、トリートメントを使うよりも補修効果というものをしっかり実感していただけるものになっております。そして洗い流さないトリートメントに関しましてもヒートリアクションオイルという名前なんですけれども、まあ、熱反応、その名の通りの熱反応成分というものを多く入れております。なのでご自宅で髪を乾かされる時にドライヤーの熱、まあ、そういったもので髪が傷むなんてことを聞かれたこともあると思うんですけれども、こちらのオイルに関しましてはそういった熱を利用して逆に補修をしていきますので、熱をしっかり味方につけてくれる、まあ、そういった商材になっております。